どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、埼玉県の秩父に来ております。そして先ほどまで足ヶ窪の氷柱と現在ですね、裏山ダムかなにおりまして、この後宿にチェックインするところでございます。前回の動画の、URL は概要欄に貼ってありますので、そちらをまずご覧いただけたら幸いでございます。そして本日宿泊する宿が荒木旅館さんという、すごく口コミ評価が良かった宿で、楽天のクーポンを使ってだいぶお安く宿泊させていただく予定でございます。ではここから宿近いので、軽くドライブをしてチェックインします。そろそろ着きますね。あ、やば、正門ここか。すっごい住宅街にあるんだな。着きました、荒木高専旅館さん。素敵な外観ですね、古民家風の。そして周りがね、さっきも言いましたけど住宅街でね、さらに驚きです。ではチェックインします。チェックインしました。もう宿に入った瞬間に部屋に案内されて、かなり迅速な感じでしたね。そして部屋は広いですね。何畳だろう、結構広いな。でなんと客室露天風呂付き。景色もこれすごい良さそうだよ。見えないようになってますけど、あー冷たい、あー足濡れた、足濡れた、足濡れた。これは楽しみだ。では宿の中を少し歩いてみます。このこたつ、掘りごたつなんだな。こちらは大浴場への道ですね。日帰りもやってるみたいですね。ああ、いいね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 、雰囲気いいでしょう。この2階が気になりますよね。2階上がってみます。こちら2階でございます。結構部屋が近いのであまり大きな声出せないんですけどね。部屋に戻ってきました。レトロな感じの雰囲気がたまらんですな。風情が。部屋数もそこまで多くなく、旅館さん自体もそこまで大きくはないんですけど、風情の塊ですね。ではこの後はですね、ゆっくりして温泉入っちゃいますか。部屋の温泉行こうかな。大浴場は様子見かな。かなり温泉の輸出がいいみたいで、それを求めて何度もリピートする方がこちらの旅館さん多いみたいなので、非常に楽しみですね。では入ってきます。それでは露天風呂入ります。ちなみにここのすだれを上げるとですね、あ、すだれの向こう側ですね、こんな景色です。温泉入ってきました。気持ちよかった。暑すぎずぬるすぎずなんで、もうのぼせずに結構長時間入ってられますね。もう本当にぬるぬるすべすべ、本当今肌すべすべですよ。すだれは、対面にちょっとね民家があるんで、下ろしておかないと、女性とかは気になるかもしれないですけど、私はやはり上げて開放感がある方がすごく気持ちよかったですね。それではこの後ゆっくりして晩飯の時間まで寝ちゃうかもな。楽しみだな晩飯。あー、出ちゃいました。では今から夜ご飯行ってきます。きたー、夜ご飯きたー。お疲れ様でーす。お疲れ様です。いただきまーす。イワナ来たー。やはり旅館といったら日本酒ですね。天ぷら、そしてステーキ。ラストのデザート。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。こういう時やはりたくさん食べれる人が羨ましい。ほんと苦しい。美味しかった。すごい美味しかった。この後はゆっくりして、時間経ってから温泉入ります。こたつが気持ちよすぎて2時間も寝てしまいました。この寝ぼけた状態で温泉に入るのが気持ちいいんですよね。温泉入りまーす。寒いからこれ気持ちいいだろうな。温泉出ました。やはり温泉は夜ですね。だいぶ長風呂したかもしれない。本当に気持ちよかった寒空の下。それではですね、この後も結構眠いのと、母も寝てしまいますので、軽く飲んで私も寝ようかなと思っております。ではおやすみなさーい。おはようございます。お疲れ様です。現在朝8時ですね。今回のプランがですね、11時チェックアウトの朝食抜きにしたのでゆっくりできます。朝食抜きだと夜も朝もゆっくりできていいですね。ではこの後は朝風呂、朝温泉入ります。足が冷たい。あ、サボロ最高。朝食食べます。最後にもう一回だけ温泉に入って体に染み込ませておきます。たっぷりと体に温泉を染み込ませてきました。ほんとぬるぬるすべすべ、それでは少し早いですがチェックアウトします。この後は秩父観光できたらしようかなと思っております。いいお宿さんでした。はい、それでは、この後、秩父神社に行きます。三峯神社も行きたかったんですけど、遠くて時間もかかるので、今回は秩父神社に行きます。天気着きました。では、参拝口の方へ歩いてみます。やはり、あまり来たことのない観光地に来るの楽しいな。すべてが新鮮で。朝から晴天の下、神社とか歩くとこう神聖な気持ちになりますね。空気もキリッとしていて気持ちいいですね。参道を歩いております。ほんと参道好きなんだよな。ただいつも平日に来るんでやはり あまりお店がやってないですね。まあ、この閑散とした雰囲気も好きなんですけどね。結構広そうなので車に戻ります。この後はですね、秩父に来たらいつも行っていたお蕎麦屋さんに行ってみます。美味しいんですよ、お蕎麦。着きました。本家原さんですね。では入ります。来たー、やっと来たー。いただきます。ごちそうさまでした。うまかった。安くてうまくて量が多いんですよ、原さん。だから好きなんですよね。この後はですね、帰ります。長瀞の方を軽くドライブして帰ろうかなと思っております。1泊2日の秩父の旅行でしたけれども、結構慌ただしかったかな。慌ただしかったですけど、やはりあまり来ていないっていうのもありまして、かなり充実した旅となりました。いや、また秩父行けてない場所結構あるので、来たいなというふうにも感じましたし、何より景色が、空気もうまい、天気も良かったし、最高の旅でした。それではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。